前はバルバトス。おお、また会ったな小僧。カイルと言ったが、貴様とは妙な縁があるらしい。お前がウッドローさんを。クソ、許さないぞ絶対。俺の目的は達した。あとはあの女が勝手にすること。さらばだカイル。誰のことだ。大丈夫か。しっかりしろウッドロー。傷は深いが、かろうじて急所は外れている。大丈夫だ、これなら助かる。おい、早く医者を呼んでこい。フィリアさんに続いてウッドローさんまで。このままでは時の流れに大きな歪みが生じて。まさかこれは全部あの人の仕業など。だとしたら何だというのかしら、リアラ。なるほど、実に彼らしい。どんな英雄であれ容赦はしないということか。あの時素直にレンズを渡していれば、こんな目に遭わずに済んだもの。エルレイン、あなたは間違っているわ。こんなやり方で人々は救えはしない。ではお前はどうするの。未だに何も見出せないお前に救いが語れるとでも言うのか。それはどうなってんだ。なんでエルレインがここに。それにリアラ、どうして君はエルレインのこと。わかんねえことだらけだが、一つだけはっきりしてることがあるぜ。それはあの女が黒幕だってことだ。くそ、覚悟しろエルレイン。こいつ。エルレイン様には指一本触れさせん。ならばジューダース。人々の救いは神の願い。それを邪魔する者は誰であれ容赦はしない。やめてエルレイン。私を止めることは誰にもできはしない。そう、たとえお前でもだリアラ。いや、やめて。私にはまだここで果たすべき使命が。未だに何も見出せぬ者にここにいる意味はない。帰るがよい弱き者よ。リアラ、帰る。リアラ、追うぞ。起きて、起きて、起きて、カイル、起きて。リアラ、気がついたカイル。あれ、ここは。で、そうだ、エルレインは。もういないわ。いえ、私たちがいなくなったというのが正しいのかしら。俺たちがいなくなった。あれ、ロニーたちは。多分私たちとは別の場所に飛ばされたんだと思うわ。飛ばされたってエルレインにか。こうしちゃいられない。とにかくロニーたちを探さなくちゃ。ええ、そうね。ここってアイグレッテじゃん。リアラ、俺たちついてるぜ。知らないところに飛ばされたわけじゃなかったんだ。あれ、だけどなんか雰囲気違わない。10年も経てば
このぐらい変わるわ。え？落ち着いて聞いて、カイル。私たちはエルレインの力で飛ばされてしまったの。未来に。カイルたちがいた時代から10年後の未来に。は？もう冗談きついな、リアラは。やっぱり信じてくれないよね。でも確かにここは10年後なの。しばらくしたらわかると思うわ。リアラ？なんだよあれ。オルトナ神のご降臨を祝して、アイグレッテ勇士一同。なんだよこれ。こんな像この前来た時にはなかったよな。なくて当たり前よ。この像ができたのはカイルたちのいた時代から少し後なの。じゃあリアラの言ってたことは本当に。そう、ここはカイルたちのいた時代から10年後の世界よ。あの時エルレインが使ったのは私を未来へと飛ばす力。みんなはそれに巻き込まれてしまったの。だってエルレインはアトモニ診断の偉い人だろ。どうしてリアラを。それにさ、フォルトナ神のご降臨を祝してって一体どういうこと。言葉通りよ。この時代には神様がいるの。フォルトナ神という神様が。そんな、だってみんなそんなことは一言も。当たり前のことだからみんな言わないだけよ。本当に神は降臨したの。そんな。ねえ、この世界に神様がいるって本当なの？当たり前じゃないか。それがどうかしたのかい？嘘。ねえあなた、急がないと出産式に遅れてしまうわ。ああそうだね。要はそれだけかい、坊や。あ、はい。あなた急がないと間に合いませんよ。司教様は時間にうるさい方だからな。ましてや出産式ならなおさらだ。大神殿に急ごう。この世界には本当に神様がいるのか。出産式か、ちょうどいいかもしれない。ねえカイル、私たちもあの人たちと一緒に出産式に出てみない？え？それに出ればこの世界がどんなところか分かってもらえると思うから。準備はよろしいですね。ではこれより出産式を始めます。出産って、ここって神殿だよね。しかもお医者さんいないじゃん。静かに、式の最中なんだよ。ごめんなさい。大いなる神フォルトナよ、あなたの御力をお借りして今新しい命をここに。おめでと。見た？リアラ、パーッと光ったら赤ん坊がいるなんて、まるで手品みたいじゃん。あ、静かにですね。では改めておめでとうございます。無事出産できましたよ。ありがとうございます。痛みもなくとても楽でした。これがあなたの子供です。はい、ありがとうございます。ここではこうして神の力を借りて出産をするの。無痛で産後の病気の心配もない、最も安全な出産法なのよ。安全ね。でもさ、なんか二人ともあんまり嬉しそうじゃないね。そうね。ではこの子の名前ですが、慣例通り J
237になります。J237 は、3年間の初期保育期間終了後、2人に引き渡されます。J237? それが名前なの？出産式の最中ですので、静粛に願います。はい。では、改めておめでとう。E102、そして G113 よ。なあ、リアラ。J237 ってなんだよ。それに、保育機関がどうこうって。この町では、人は名前ではなく、番号で管理されているの。生まれた順に番号がつくのよ。そして、3年間の初期保育期間の後、初めて親に引き渡されるの。3年間？生まれたばっかりなのに、3年も一緒に暮らせないの？でもね、初期保育は専門の人がちゃんとやってくれるのよ。人格、身体ともに、何の問題もない子供が育つの。そう、なのか。でもさ、それって、絶対に変、だよね。あんたもそう思うだろ？ごめんね。この町にまともな人間がいるとは思ってもみなかったからさ。嬉しくなって、ついね。ちょいと薬を買いに久しぶりに来てみたんだけど、相変わらずこの町は変だよね。赤ちゃんが生まれたのにあんなに平然としてる親なんて、私の村じゃ考えられないよ。ほんとほんと、もっとやったぞとかって喜ぶもんだよね。苦労が何にもないから、ここの連中はあんまり喜べないのかもね。赤ちゃんを産むのってさ、そりゃ大変なことなんだよ。下手すりゃ命に関わることだってあるけど、ここの連中は生まれる前も生まれた後もフォルトナ診断が全部手取り足取りやってくれるからさ。でもその方が危なくないし、結果として親も生まれた子も幸せになるから。本気で言ってるの、リアラ？だってそれじゃあ。リアラ？ねえ、あんたたちもしかしてカイルとリアラかい？え？どうして俺たちの名前を？じゃあ、あいつらが言ってたのは本当のことだったのか。いやね、私の村にこの前見慣れない格好をした変な二人組がやってきたんだよ。あんたたちの名前を出して見かけなかったかって探してたんだ。おまけにここはどこだだの、エルレインに飛ばされただの、わけのわかんないことばっかり言っててさ。それってロニとジューダスだわ。ねえ、二人は今どこにいるの？私の村にいるよ。一緒に来れば会えるけど、来るかい？もちろん。じゃあ決まりだ。そうとなったらとっとと動こうか。こんな辛気臭い町早く出たいしね。と、自己紹介がまだだったね。私はナナリー、ホープタウンのナナリーさ。よろしく。ホープタウン？それって村の名前？そう、こっから船に乗ってチェリクを越えた先にある村さ。ちょっとした旅になっちまうけど、ま、道中よろしくね。こっちこそよろしく、ナナリ。ここにいたんだ、カイル。今日は甲板にいたんだね。俺ずっと上ばかり見てたよ。あのさ、リアラ、聞きたいことがあるんだ。君はここが10年後の世界だってことも、神様がいるってことも全部知ってたんだよね。ええ。ってことはさ、リアラはもしかして、もともとこの時代にいたってことなの？ええ、そうよ。やっぱり。ごめんなさい、ずっと黙ってて。ああ、いや、責めてるわけじゃないんだ。たださ、ちょっとびっくりしちゃって。だってさ、そうだろ？未来から来たことを知り合いになるなんて考えもしなかったからさ。あのさ、じゃあエルレインもやっぱり？カイル。え？ごめんなさい、それ以上は言えないの。だから。うん、わかった。
ここにいたんだね。もうすぐチェリクに着くよ。降りる準備しておきな。あ、うん。ところでさ、リアラ、あんたもしかして二人の聖女なのかい？やっぱりそうかい。名前を聞いた時にもしかしてって思ったんだけどさ。お願いナナリン、このことは。帰るには黙ってろって。別に私は構わないよ。ありがとうリアラ。あんた、まあ私からとやかく言うことじゃないね。先に部屋に行ってるよ。早く降りておいでね。できればカエルには知られたくない。でもきっといつか知ってしまう。その時私は。ここが源流だね。あ、なんだいあの岩は。なるほど、この岩が水をせき止めて下流の橋を通れなくしていたんだね。よし、この岩をどかすよ。カエルも手伝って。はあ、これで進めるかな。大丈夫かいリアラ。大丈夫、ただちょっと疲れたかな。そうかい。うちの子たちは水を汲みに毎日こういう道を往復してるけど。うちの子たちってナナリン子持ちだったの？違うって、村の子たちのことだよ。まあおしめが取れない頃からずっと面倒見てるから本当の子供みたいなもんだけどね。あ、そっか。いやさ、実は俺にも弟と妹がたくさんいてさ。静かに。何か妙な音が聞こえる。何かいるわ。声は。二人とも気をつけな。よし行くぜ。ふっ、吹き決め。はっ、吹き決め。はっ、吹き決め。ふっ、吹き決め。あー、ストライク。はっ、吹き決め。ふっ、ふっ、ふっ。手こずらせやがって。ダメージを与えると吐き出す泡が厄介だね。行くわよ。ナナリ、なんとか撃ち落とせない。できるだけやってみるよ。私も術で援護する。バーンストライク。はっ、吹き決め。ストライク！切り始め！
行くぞ。くらえ。なかなかのもんだね。やれやれと、はあ、息つく暇もないな。そうかい。これで何にも出なかったら拍子抜けしちまうよ。それにさ、これだけ動いたら今日の飯はきっとうまいよ。私もうダメ。ほら頑張って、村まであと少しだからさ。着いたら美味しいご飯が待ってるよ。さあ行こう。